皆様、ようこそおいでになった。おほ、遠いところからお越しではないかの。ゆうべのパッキングで。わしは、ガンブリの人だ。どこにあんの？いいようにとるよね。どこ行った？ようこそキリンビール神戸工場へ。まずは、神戸工場のご紹介からさせていただこうかの。皆様、本日はキリンビール神戸工場にお越しいただきありがとうございます。パッケージング担当の斉藤智弘です。労働担当の渡辺正人です。エンジニアリング担当の浦島智弘です。今日はキリンビールの原料から製品になるまでの冒険に皆様をお連れしたいと思います。それでは出発前に、まず神戸工場とキリンビールのこだわりについて少しだけ説明させていただきます。ここキリンビール神戸工場は1997年から創業を開始しました。関西地区におけるキリンビールの主力工場の一つとして、キリン一番搾り生ビールなど主に関西圏に向けたビールを生産してきました。神戸工場の敷地は甲子園球場6個分にあたる24万平方メートルにもなります。これからこの神戸工場でこだわりを持って作られているキリン一番搾り生ビールについてご紹介していきます。あんだけ誰が飲むの？ビールを知ればビールはもっとうまくなる。美味しさにこだわる醸造家たちの探究心の産物、それが一番搾り製法という作り方なんです。こっちが二番搾り麦酒、こっちが一番搾り麦酒。今日は皆さんに一番搾り製法への理解を通して一番搾りのうまさの秘密に迫っていただきたいと思います。それではお待たせしました。皆さんぜひお楽しみください。おや、右手にドアがあるようじゃ。さあ、ビールの旅にスタートしようかの。レッツゴー。